アートアンサンブルグリーン、フルート、クラリネット、歌、加地秀夫、ピアノ、歌、新藤美桜、バンドネオン、ギター、田辺義弘。
アートアンサンブルグリーンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日は新年に向かってこの野俣ウィズのカラーコンサート祝祭チームですけれども、出ることができて本当に嬉しく思っております。またたくさんのお客様本当にありがとうございます。これは第1回ということですので、ぜひ皆様の力でどんどん育てて素晴らしいコンサートに、まあ、1日だけでなくて何日もやったりねしていったらいいんじゃないかなというふうに思ったりしております。最初にお送りしましたカッツィーニのアブマリア、新藤美桜の歌です。日本ギターとあとでバンドレオンも言ってくれます田辺俊雄私ピアノフルートピアノ系じゃないフルートと、それから管楽器サックスと、クラリネットとか歌とかはやってます。あと曲も作ってるんです。カチキデオと申します。それではたくさん歌ってほしいというリクエストを美桜さんのお客様からいただいたみたいなので、曲もちょっと変更させていただいて、まあ、3人ばかりのバランスなんですけれども、ゴンドラの歌、ね、これを映画生きるでも使われていると思うんですが、送らせていただきたいと思います。Thank you.
お客様のおかげだと思うんですけど、ベストな演奏会に皆様のおかげだと思っております。普段中野芸能小劇場ですね、去年の震災のあった3月から始めまして、つい10月の4日まで19回やらせていただきました。昼の会場しかなかなか夜は事務所系の方が多くて取れなくてですね、メールもできるといいかなと思ったりしております。まあ、中野にそういうところはなかなかないですね。100人くらいとか150人くらいとかね。で、まあ、それはそれとしてこのホールを活用していくってことも大事なので、今日は起こさせていただきました。で、震災の後ですね、いろいろこういう石巻とか行ったりしてですね、先ほどの方とこの方もちょっと真ん中の左の方亡くなられて、右の方の方亡くなられてしまったんですが、一緒に頑張ったりしております。で、心の音楽っていうか、心から心に伝わる、あるいは共有できるものをもっともっと大切にしていかないと、日本が本当に意味で復興しないぞというふうに心の奥で叫んでおります。で、できた曲がちょっとありまして、中野ゼロの地下でアートマートってことは展覧会をやったりしてるんですが、いろんな絵描きの方が描いたり、我々の姿も含めて景色とか描いたりして、あるいはダンサーと一緒にやってますので、ダンサーを描いてくれたりしてるんですが、その中に秋田の北の方の川です、とうとうと流れる大河ですが、米城川、米の城と書きますね、米城川で、それを絵を描いてくれたので、それにちょっと曲をたまたま展覧会の会場でできた曲です。米城川望郷の歌、3人で今日は送らせていただきたいと思います。私の曲になっています。どうぞご評価いただければ、応援していただければと思います。Thank you.
バンドネオン、田辺慎吾。それからギターの石川さん。バンドネオン、マゼッテーマで作っておりますけれど、もともとは教会のオルガンの代わりだったそうなんですが、単語に使われるようになって、一躍ですね、世界にこの通用するというんでしょうかね、広がってきた。でまた、なかなか古い楽器なので、新しい楽器は作られてないそうですけれども、素晴らしい楽器で今日、一緒に、この吉野が冒険の歌、日本の曲として作った曲をやっていただきました。いかがだったでしょうか。あ、すごい。もっとやってて。まあ、被災地にも行ったりして演奏したりもしてるんですが、なかなかその、まあ、いろいろ作った曲も、こういう曲はまあいいんですけれど、詩とかね、まあ、生きるとか、谷川俊太郎さんの生きるとかまだいいと思うんですけれど、なかなかこう、メッセージとして、加地秀夫ってひらがなで言っていただくと出てくるんですが、動画とかでそういういろんな頑張ろうとか言ってるんですけど、そういうのもなかなか難しい。実際に釜石の教会とかに行かせていただいてやろうかなと思ったんですが、ちょっとどうかねっていうことで、自分の書いた詩なんですが、ダニボーイ、故郷のお母さんが戦場に行った息子を何でしょうね、心配して歌う、ね、アイルランドなんかスコットランドかの民謡というふうに言われておりますが、その曲にちょっと最後日本の詩、この詩僕が作る北国の港の町をって詩を作って、それを今日はちょっと皆さんに聞いていただければと。
どうもありがとうございました。最後の曲に、なってしまいました。早いですね。今の歌どうでしたかね。まあ、いろいろね、思いを込めてやらせていただいてるわけですけど、そして、来年も、まあ、めげずに1月の17日からニューイヤーコンサートということで、お昼のコンサートになりますが、中野芸能小劇場1時半からと3時間ワンステージ1000円ということでですね、お買い得な、コンサートです。はい、負けてで、みんなでやったり、5人ぐらいバンドと3人ぐらいダンサー、4人ぐらいダンサーに対してやっておりますので、ぜひ来ていただければ嬉しく思います。それでは最後の曲、自由の単語というタイトルになります。リベル単語を送らせていただきます。